それでは続きまして、隔週でお届けしています防災一口メモのコーナーです。このコーナーは防災について身近なところから楽しく学んでいこうということで、毎回さまざまなテーマでお届けしています。本日はスタジオにゲストの方をお迎えしております。高松地方気象台より防災気象官の平井明弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今日はちょっとこんなお天気でして、まあ、そろそろ梅雨入りどうなのかなという感じなんですけれども、はい、平井さんいかがでしょうか。はい、先ほどですね、はい、11時発表ということで、はい、本日6月7日頃、はい、四国地方が梅雨入りしたということを発表になりました。はい、あ、そうなんですね。はい、あ、もうちょうどまさにということ で、ね、はい、じゃあこれから雨のシーズンに入っていくわけですね。まさにね、タイムリーな情報を届けていただきましたけれども、はい、今日はですね、お話しいただくのはどういったテーマになるんでしょうか。はい、最近ですね、はい、近年ですが、はい、全国的に集中豪雨や台風などの被害が相次いで発生しています。はい、また雨の降り方が、局地化、集中化、かつ激甚化というふうに激しくなっております。はいはい、ということで気象庁ではこれを新たなステージと捉えて、はい、このステージに対応した防災情報の改善を、はい、今後行っていくということを紹介させてもらいます。はいはい、具体的にはではどういったところが改善されていくんでしょうか。はい、まず1点目ですね。はい、香川県内において、はい、警報級の現象が、はい、5日先までに予想されるときに、はい、それを、警報級の可能性として、はい、気象庁ホームページ上で、はい、提供いたします。はいはい、ちょっと画面の方ですね、テレビでご覧の皆様には、ご覧いただきたいと思うんですけれども、気象庁の天気予報がありまして、その天気予報の上の方の画面に警報級の、可能性へという、もし今までにはこれがなかったですよね。はい、今回新しく、はい、加わるものです。はいはい、でここをクリックしていただきますと、地区市町村名が出てきます。例えばここですと坂出市ですので、坂出市を選択していただきますと、まあ、現在の状況ということで、ここでもし何かがあったときは随時発表されていくということなんですね。はいはい、これはどういったふうに表示されていくんでしょうか。はい、5日先までの、はい、ものが、はい、可能性として、ね、はい、しますが、今日は、可能性5日先までありませんので、はい、2といいますか、はい、横線ですが、はい、警報級の可能性中高というふうな2段階で、はい、該当する、時間帯並びに、はい、5日先までの、はい、何日というふうに対象に、はい、警報級の可能性を中高という、はい、可能性で提供します。はいはい、これは時間帯的にはいつ発表されるんですか。はい、発表時刻はお天気の、予報と同じ時刻で、はい、朝の5時、お昼の11時、はい、夕方の17時の1日3回定期的に更新します。はいはい、あ、そうなんですね。まあ、特にやっぱりこういった状況っていつ起きるかわからないので、深夜だったり早朝だったりすることもあると思うんですが、そういった場合とかっていうのは、はい、明日の朝までに警報級の可能性が起こる可能性を見ていただきますと、はい、夜の、深夜の時間帯に避難とか、はい、そういった状況になった場合にでも、はい、前もって、心づもりをしていただけて、はい、置くことで、はい、対応して、これまでよりは対応しやすいということが考えられます。はい、じゃあもう前もってちゃんとこう情報を得ることができる、はい、ということですね。はい、分かりました。他にはどういったことが改善されましたか。はい、2番目ですが、はい、注意報、警報、はい、これまでは文章形式で、はい、これからの、危険度を、はい、表しておりましたが、はい、この文章形式に加えてですね、はい、
色分けした時系列ということで、はいはい、もう見た目に分かりやすい、今後どのタイミングで注意報から警報に変わるかとか、はい、風の強さが、いつ頃強まるということが、一目瞭然に、見て分かりやすい内容ということで提供を予定しております。じゃあもうより私たちにも分かりやすくなったということですね。はい、そしてもう一つあるんですよね。はい、こちらは、現在まだ気象庁ホームページの方では公開になっておりませんが、はい、7月の上旬を予定しております、はい、お住まいの地域の、はい、土砂災害の危険度、はい、それから、浸水害の危険度、はい、それから洪水害の危険度ということで、地域における、災害に対する危険度をメッシュ情報といいまして、はい、地図上で、詳細に、提供するものであります。はい、なるほど。もう本当になんかこういろんなことがより詳しくなってきている感じですね。はい、特に私たち今まででしたら香川県全域とか東山中山っていう感じでこう見ていた警報注意報の発表なんかも本当に細かく市区町村単位になってきてますよね。そうですね、このお住まいの地域の危険度を、はい、見ていただく場合に、はい、一つ例としまして、はい、注意報警報気象台の方からは、はい、市町単位で発表します。はい、坂出市に大雨の土砂の警報が発表されます、はい、という時に、はい、その坂出市のどの地域で危険度が高まっているかというのは、はい、この注意報警報の中からはすぐは分からないんですが、はい、この今後提供予定しております危険度の分布図を見ていただきますと、坂出市でもどの地域が危険なのかというのを、詳しくつかむことができます。はい、なるほど。これが7月上旬頃からということなんですね。はい、じゃあもうぜひ皆さんには何かもこれからでした台風とか、雨による土砂災害とかそういった心配な状況の時にはいち早く情報をチェックして行動をとっていただきたいですね。はい、使い方としましては、はい、もう警報が発表されたら、はい、その、補足情報として、はい、この、地域の危険度分布を、はい、活用いただいて、避難等に役立てていただきたいと思います。はい、分かりました。ちょうど今日から、梅雨入りしたとみられるという発表があったということで雨が多くなりますのでこれからの季節も気をつけていただきたいですね。そうですね、十分活用していただきたいと思います。気象庁ホームページをよろしくお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。